なぜ信者たちの命を奪う？何が目的だ？私は何も強制していない。奴らは自分で勝手に信じ込んだ教えを実践しただけさ。人はなぜ神を信じると思う？信じたいからさ。この腐り切った世界で生きていくのは容易なことじゃない。この世界で生きていくのに確かなものなんて何もない。わかるか？神が人間を作ったんじゃない。人間が神を作ったんだ。どうした？出てこいよ。幻なんかじゃ役不足だ。その通り。ロンデスなんて男はこの世に存在しない。俺が作り出した架空のキャラクター。操作線の作り出した幻影に過ぎない。こいつは食べるなよ。人間の作った最高で最低の発明は何だかわかるか？テレビさ。テレビは情報によって人を操り、人から現実感を喪失させていく。そう、今やテレビこそが宗教なのさ。テレビはこんな馬鹿げた妄想のドラマに簡単に騙されてしまう人間たちを作った。